加藤光康安は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、大名、豊臣秀吉の家臣。天文六年、美濃国多芸郡、今泉村橋詰将で、加藤景康の長男として生まれた。はじめ斎藤を辰沖に仕えて、優勝として知られたが、稲葉山城が陥落して、斎藤氏が流浪すると、浪人となって、一旦、大見国に逃れた。 尾張国の織田信長は、美濃州との戦いで三安の活躍を目に留めていて、木下秀吉の仲介で敗越が許され、召し抱えられて、秀吉の家臣とされた。元気2年、浅井長政が、横3歳を攻撃した際に、これを撃退する功を立て、秀吉から、大見国坂田軍、磯の村において700巻の治療と、よりき10名を与えられた。天正6年、 ハリマ国見騎城郎ゼベでは、ハリマ国内に五千国を与えられ、天正十年の山崎の戦いでは、池田常大らと共に、延命寺川を溶かして、津田信春を奇襲。敵の混乱に乗じて、明智光秀の本体に襲いかかり、総崩れのきっかけを作って、秀吉軍を勝利に導いた。この功により、地行地は三倍の丹幕日下山城一万五千国に増風された。 その後、大見開津城へ転覆し、また二万国に加蔵されて、大見高島城に移り、さらに、尾張犬山城に移法された。天正十一年、柴田勝家との静ヶ岳の戦いでは、軍部業を務め、天正十二年の小牧、長久手の戦いでは、犬山城を守った後、笹成政の追悼戦でも、軍港を建て、天正十三年、 三の大垣城市四万国に数をされた。同時に蔵に地に万国の管理も任されていたが、これを自身の求人地としたために秀吉の歓喜を被り、同年九月に領地を召し上げられ、豊臣秀長に預けられて、山和国軍山城に湿居のみとなった。天正十五年には赦面され、沢山城二万国に封じられて、十五位した東東海守二助人。以後、しばしば、 演習大使を称した。天正18年の小田原征伐では、寸譜在番。諸将と共同で山中城を攻略した軍港と、その戦いで大垣城主であった一柳地下松が戦死したため、橋場秀勝の美の国岐阜への国替えに伴い、海の国24万国を与えられて大抜擢された。海の国は関東8カ国を領する。 徳川家康との国境にあたり、三津康は入国すると、国中、川内支配には、着難作十郎と実定の三政、軍内地方には、養子の三義を任じ、文六元年までは、自社領の安堵や寄進、省略免除などを集中的に行い、検知を行っている。この時期の検知は、秀吉の朝鮮出兵に備えて諸省に負担させる。 軍役の元となる御前町長州に応じたものであると考えられている。また、甲府城の築城を開始した。文禄の役では願い出て自ら出陣し、陣中でも留守居役の三津吉らと緊密な連絡を取り、両国経営の助言をしていたという。文禄2年9月には帰国予定であったが、西平浦の陣中で発病、病死した。去年57。 意外は国元へ送られ、山梨郡、板垣村の海を清水寺に葬られた。法皇は后は公園、宗勝総計院。息子の作十郎は、弱年を理由に領地を召し上げ下られ、文禄三年に一月、美の国黒野に国返された。海は一時の国志不在期間を経て、浅野長政、吉永親子に与えられた。北藤六によれば、三安は、朝鮮出陣中に、 石田三成と対立し、三成に誘われて、宮部長房の陣で強王を受けた後に発病し、遺言書をしたためて救世しており、三成による毒殺であるという、毒殺説には信憑性を認める研究がある。しかし、少なくとも同時代では、毒殺説がある程度信じられていて、作、重労の所領相続を認めなかったことも、武行の差し金ではないかと邪推された。 ただし、豊臣政権下においては、若年者の家督相続の際に、経営に、何ありとして、元宝や幼少からの転放という例は、一般的な措置と言って良いほど、多数の例がある。三成が、家康打倒のために挙兵した、関ヶ原の戦いにおいては、加藤定康は、半三つ成勢力となる徳川方に属した。この戦いで定康は、本領&、後に、 医オ告を押す繁殖大繁殖となった。ありがとうございます。